すごいな。すごいすごい。あ、いいですね。遊びに来てくれましたのは飯田くんです。はい、飯田俊樹です。シンガーソングライターやってます。そんな真面目な感じ。はい、どうぞ。ありがとうございます。久しぶりで、だから、あれ、そうだ、あれが、いつだっけ、ファイトクラブ10月とかだったかな。あ、じゃあちょうど1年、いや、そうそうそう、1年ちょっとじゃないか。え、そんな経ったか。久しぶりで、久しぶりです。お疲れっす。はい、乾杯。待って、今っていうか、もう日が沈むけど、もうすぐ。いいですね、この別荘は。まあ、これも言い方あれだけど、三浦の休んだところで代わりの人が多分いるし、新人出てくるし、あのそんなことないと思いますけど、そんなことあるんですね、うん、そういうことなんですよね。本当にね、そうなんですよね。まあ、食ってください。はい、頑張ってます。恐怖心しかない。いや、そうです、そうです。だから、で、よかったですね、ちょうどそのみんなが泊まる時期にちょうどね、その復帰がね、そうそうそう、だって、いや、相当焦ったと思うんですよ。だってみんながめっちゃ走ってたら、うん、きつかったと思うんですよね、それは。そうで、あれ、クワトロを、はい、そうね、4月11日にやろうとしてて、そうね、本当あれね、あれも病み上がりでやんなきゃってなるところを、うん、いや、ちょっと人を集められないんで延期でって言ってもらえたから、うん、お客さんには申し訳ない気持ちもありつつ、でもこの中でちょっとね、あ、万全でできるようにチャンスがまだあるって。いや、そりゃそうだと思います。日々の暮らしとしてはどうしてたんだ。ライブがでも多いイメージで、まあ、たまたまこの秋冬がこう毎週ライブをやるっていう計画してて、その140人キャパに対して10人っていうやつで、贅沢だね。ものすごい、あのタイトルがもうスーパーソーシャルディスタンス、スッカスカレギュラーワンマンライブっていうタイトルで、スーパー、ほんとスーパーだね。スッカスカなんです、ほんとにね、一人一人テーブルと椅子があって、いいじゃん、めっちゃいいじゃん。だからなんかそれはね、いろいろこう国の仕組みを使ってね、こうマイナスにならないように、誰も赤字にない、誰もみんなプラスに、スタッフとか、例えばこれって別にちょっと思って、あとスタッフさんにタダでやってよとか安くやってよって言ったら意味なかったので、自分の中でちゃんとお金を渡せる状態でやりたかったんで、そこは国のシステムを使ってですね、ありがたいことに使わせてもらって、いいじゃん、全8回やって、それが良かったんですよね。それがね、すごい心のね、なんか、ね、あのこの充実感があって、人一人届ける感じ、うん、10人だとめっちゃ目見れるんですよ、めっちゃ。しかも飯田君のファンはファイトクラブの時に思ったけど、なんかそういうの好きそうなの。あ、かもしれない。そのみんなでわーが好きかと言われたらそうじゃない。なんかどっちかって言ったら、ディナーショーとか、あ、はいはいはい、なんかちゃんとお食事が出て、はいはいはい、あ、好きかもしれないですね。そういう感じで、なんか飯田君がなんかそういう似合いそうじゃん。なんかその、あ、本当ですか。バチバチ着飾ってこう、はい、ハンドマイクでこうみんなの手を回ってるとか、まあディスタンスならないんだけど、はいはいはい、そういうのとか似合いそうだから、あ、ファンの人からしたら欲しいかな。そうですね、なんかそれを楽しむ抽選でやるの。そうです、抽選でやってシビアじゃん。そうですね、めちゃめちゃこの完全な厳正なる抽選やって、すごいね、入ってもらって、8回か。で、毎回違うね、サポートミッションを自分の新鮮にやろう、とにかく新鮮にが出まって、うん、あのグループパーマネント出会った時はパーマネントフィシターカプラグループでしたけど、それがまあ16年間ぐらい毎週必ずライブやってたんですよ。おー、ワンマンね、毎週ワンマンやってて、すごいね。これはもうなんか新鮮さを保つのがもう一つのテーマだから、自分らが。なのでちょっとね、なんか自分の体調とか心のあれもあるし、飽きてくるとちょっと惰性でやっちゃったりとかそういう時もあるもんね。惰性のつもりもちろんないけど、見えてたことも多分あっただろうなと思うし、 MC もネタないね、何話すっていう、それ毎週偉い結構ないんですよ。週一きついね、俺無理だから。曲変わんないじゃないですか、大してそのレパートリーって。だから、めちゃくちゃきついな。音楽ね、なんかやめれないんだよ。そうですね。不思議と。いや、そうですよね。なんか、超悔しいとかさ、なんて惨めなんだとか思うときめっちゃあったの。やめれないんですよ。いや、そう、でもそうか、でも、すごい華々しい道を歩んでる。見ていてやっぱありました、いろいろ。なかなかね、きついよね。で、
ソロでやってるのもリベンジの意味でやってるんですよ。絶対ソロでもちょっと気になったらもう一回バンドみたいな、まあ、今日会ったけど久々に次何誘おうかっていう話をする。あ、はいはいはい。でも俺もうね決めてるんだわ。お、はい、あ、しましょう。めちゃくちゃしたい、めちゃくちゃしたいわ。俺行くからしましょう。でもそのだからですよ、持ってきていただかない、まあそのあるところだったらいいけど。